はい、皆さんこんにちは、お元気ですか。今日も自分の可能性を広げよう、お絵かきチャンネルの花澤優太です。はい、ということで今日のテーマは誰でも簡単に描ける髪型の描き方というテーマでやっていきたいと思います。絵を描くのは大好きなんだけれども、髪型を描くといつも絵がおかしくなっちゃうとかですね、髪の流れがわからなくて全然うまく描けなくて、もうね、しまいには絵を描くの嫌になっちゃったみたいな方たくさんいると思います。私も実際にそういうことありました。わかります、その気持ちわかります。ということでですね、私もね、過去にひどい絵を描いてたのを鮮明に覚えておりますと。まあ、紙にはですね、無数のレパートリーがありますから、非常に難しいんですね。三大難しいパーツの一つと言われています。まあ、目、髪型、服装、まあ、これが私がですね、言っている三大難しいパーツなんですけども、これがやっぱ一つに入ってくるということですね。髪型やっぱ難しい。ということで皆様に簡単な描き方を解説付きで、ご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。はい、そして私のこの動画ではイラスト関連、似顔絵関連の役立つ情報を毎週配信しています。見るだけで絵が描きたくなること間違いなし、面白いな、学べるなと思った方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。そして私のインスタグラムでは絵やイラストを通してのチャレンジでしたり、画力ゼロ、イラストや似顔絵が全く描けなかった方がわずか3ヶ月で似顔絵がね、プロレベルに描けるようになる、そんな受講生の様子も配信してますので、ぜひ気になる方は、インスタグラムフォローの方よろしくお願いいたします。ということで早速やっていきましょう。簡単に髪型描けますからやっていきましょう。それではご覧ください、どうぞ。はい、ということで手元に切り替えました。それではここからですね、解説付きで簡単な髪型の描き方について解説を分かりやすくしながら、皆様にご説明していきたいと思います。はい、ということでですね、誰でも描けるこの簡単にね、髪型を描くための3つのポイントございます。こちら解説していきたいと思います。まず1つ目、髪型のボリュームの見極め、これですね、1つ目、こちらが重要になります。そして2つ目、髪を塊で描こう、これが非常に簡単に描く上で重要になります。そして3つ目、線の入れ方ということで、この3つですね、ボリュームの見極め、髪は塊で描く、髪をね、線の入れ方、髪型を描く時の線の入れ方、この3つぜひ意識をして、ちょっとやっていきたいと思います。はい、では早速ですね、ちょっとやっていきましょう。じゃあどういうことかということで、まず説明解説やっていきたいと思います。はい、ではまずですね、3つのポイントの1つ目、ボリュームの見極め。はい、まずこれいきましょう。ではですね、まずイラストを描くときは、まず頭蓋骨と頭を取りましょうか。はい、ではまずは、そうですね、まあ、上に丸を取って、丸を取る、そして、こうですね、輪郭を取る。はい、さあボリュームの見極めというのはここからですね、まあ、目線がここにあるとします。中心線こちらです。さあこの輪郭よりもね、ちょっとあの、ボリュームありますよね。この髪型のボリュームを見極めるというのがまず1つ目のポイントです。ここが外れてると全然松潤さんの髪型じゃなくなります。見ていきましょうか。こう書いているのにもかかわらずね、こういう髪型ね、これだとやっぱボリューム少ないじゃないですか、ね、違いますよね。でまあまたね、もう一つ書くと、まあ、ボリュームね、ボリュームがいかに重要かということですね。はい、こうあって、なんとこんな髪型書いてましたと。ちょっと違いますよね。はい、ということで、まあ、輪郭からこのアウトラインまでどれぐらいあるのかみたいなね、まあ、髪の毛は目の上まであるな。これが目線ですから。目のちょっと上まであるな。で、こっからここまでね。この距離を、1、2、3方向ですね。まあ、正確に言うとこのぐらい、ここの方向性も全部見るといいんですけど、このボリューム見極め、まずポイントになります。やってみましょう。はい、そして次、塊で描くということですけども、はい、どういうことかっていうことなんですけどね。はい、じゃあ、ちょっと見ていきますけどね。髪型はね、線で描かないでください。髪型は塊でまず描きましょうということですね。はい、じゃあ、例えばね、まず線で描いた場合どうなるかっていうお話なんですけども、まあ、こう、さっきのね、手順でやるんですけど、ボリュームの見極め、これくらいのボリュームなので、下書きの際にはある程度髪の流れを描いておきます。このね、こういう流れか、こういう流れか、ね、ということで描きます。さあ、これね、いい例、悪い例、2つちょっとじゃあ描いていきましょうではないですか。はい、目線、センター、髪のボリュームをしましたと、流れをある程度ちょっとね、わかりやすく描いておきますと。さあ、じゃあ線で描いた方はどうなるかっていうことなんですね。こんな感じですね。線で描くとね、こういうことですよ。線で描くと。は
はい、線で全部をね線で書こうとすると、こういう大変なことになってくるんですね。さあ今全部をねこう線で書いた、はい、こういう方はまあいらっしゃいます。まあこういう書き方もあるかもしれません。なのでまあ否定はしてないですけど、私の、簡単な書き方っていうところで解説をやっていきますので、ね、皆さん、興味がね、見てくださいね。はい、ではいきます。さあどういうことか、まずは前髪見えました。そしたらですね、ある程度こう塊で書くんですね。全然この時点で、ここまでで 1,2,3,4,5 本書いてるんですけど、2本で来てます。はい、これぐらい、塊で書くということなんですね。はい、さああとはこの、長いストロークでこう塊で書くんですね。はい、これねだいぶシンプルですよね。はい、さあまだまだ塊で書いていきますよ。塊で書く。はい、ということでこれぐらいね違いがあるんですね。あとで、中にディティールを書くんですけどね。はい、でここで3つ目のポイントが出てきます。線の入れ方なんですけどね。はい、線は、この2つの入れ方しかしませんというのをお伝えしていきます。はい、まず1つ目はこのですね、毛先につながる線ですね。はい、これが1つ目の線ですね。この絶対にこの髪の毛先につながるんです、ここですね。はい、こういうことですね。毛先につながってます。毛先につながってますね、この線か、もう一つは、生え際から出てくるこの線、このどちらかになりますよということです。まあこういう上が上の髪の毛に隠れてて、まあ、この辺から出てくるっていうのはいいんですけど、基本は生え際かこの毛先に必ず線がくっついている状態、この2種類の線しか入れないでください。これは私が長年イラスト似顔絵を描いてきた上で、まあこれが一番ですね、はい、しっくりくるというところと、まあ矛盾なくね、髪の毛、まあ、着色も、この後入っていくんですけど、それで辻褄の合ったね、矛盾のない、線をこれで、実現できるということで、必ず毛先につながる、もしくは生え際から始まっているっていう髪の2種類にしてください。違和感がある線はやっぱこの途中から始まってて途中で終わっちゃうみたいな線ですね。中途半端、はい、で結構これ色付けをする際にちょっとね、ちょっと矛盾が発生してくるということで、はい、この途中で始まって途中で終わるみたいな、こういう線はもう NG です。私のまあお伝えする書き方ですけど、はい、ということで、以上が3つのポイントでした。ではこれを踏まえて、これからモデル出てきます。皆さん髪型書いていきましょう。ではいきますよ。さあじゃあいろんな髪型、ね、今回持ってきてますので、しっかり皆さん、バリエーション様々あります。今日はこのね、まあ5人かな、はい、ぜひやっていきましょう。まずはこの赤ちゃんの薄毛ね、難しいですよね。じゃあまずこの髪型どう描くのっていうことでやっていきましょう。まあボリュームの話に関しまして、まず1つ目、まずねこの頭蓋骨、頭の形取りますよ。はい、まあボリュームの見極め、もうボリュームはこの髪のとこも一緒です。ここね、そんなボリュームないので、ほぼ一緒です。あとはまあどのあたりまでこのね前髪が映ってるかなとかですね、ちょっと薄く描いていきましょう。はい、まあ輪郭は輪郭まで行こうか、輪郭まで行きましょうか。はい、じゃあ行きますね。まず、1人目こちらの赤ちゃんになります。さあまあもうほぼ髪の毛がない状態ですので、髪型に沿って、頭の形に沿って、描いていきましょう。まあ輪郭もじゃあ今回ついでに描いていきますけれどもね、なるべく長いストロークで、綺麗な線で描きます。まあちょっとこの髪のモコモコというところは、表現してあげてもいいかもしれません。まあ、こんな感じですね。さあこう来て、ちょっとこうディティールも描くね、で耳があります。はい、ということでね、ボリュームはちゃんと合ってますね。ということで塊で描くというのも、まあ、このアウトラインも塊で描けてますよね。はい、さあ、では、次は線の入れ方です。線はどうでしたかね。皆さん生え際から生えてくる線と毛先につながる線、この2種類しか入れません。そして、この方、ね、まだ赤ちゃんです。頭薄いですね、髪の毛薄いです。さあでは、髪の毛をディティール、ちょっとこれはですね、線を立てて、はい、線を立ててですね、
ソフトに書き込んでいきます。これは必ず毛先につながってますよね。はい、さあこんな感じで、ちなみに今使ってるペンはコピックですよね。コピックスケッチを買って、このペン先僕変えてます。私変えてます。ペン先がね、あのスーパーブラシという筆状のものなんですけど、それ非常にコントロール難しい、書くの難しい、難易度が高いということで、コピックスケッチファインという、ペン先2部に変えてます。はい、はい、はい、もう髪型はですねこれで完成ですね。あとはなんかこの辺りがちょっとこう出てる毛を少しね出してあげてもいいかなと。はい、ということでまず一つ目の髪型、赤ちゃんの薄いね髪型どう表現するのということで一人目でした。では次二人目です。さあこちらですね、まあ、女性のねショートケア、ただこれの一番難しいところはこの前髪ですね。これでね、シースルーバングですけどね、あのよく受講生の方からもこれ書き方教えてくださいっていうね方多かったですので、はい、やっていきましょう。まずは、頭の形を取りますよと。で、まあ、輪郭もね簡単に描いていきます。はい、ではここから髪のボリュームです。一つ目ね、髪のボリュームの見極めです。どれぐらいのね長さなのかボリュームなのかしっかりと見極めて、描いていきますよとですね。さあ、ねフェードかかっております。はい、ということでこのようなイメージでしょうかね。はい、まあこれで、あとは目線とセンターを描いていきますね。はい、そして前髪が目よりちょっと上に来てる。で、大体ね、前髪を描いていきます。はい、さあここまで来ました。ではやっていきましょうか。よし、行きましょうか。では行きます。まずはね、私は輪郭から描いてしまいますね。輪郭をねシンプルに描きますと、はい、ここからもう塊で描くです。塊で描くね、塊で描くにはどうしたらいいか、そしてこの塊で描く際は、線の入れ方もまたお伝えしている通り意識をしていってください。毛先につながる線、はい、シースルーバンドとしてどう描けばいいのか、こうですね。さあこのように線は無駄に描かない、描きすぎない。はい、これで大体のシースルーバンド完成ですね。シースルーバング、まあ、こういう髪型の描く時の、3つのね、テクニックですよね。ペンやテクニック、まず塊で描くというところのテクニック、そして小さい塊、細い塊で描くっていうねテクニック、そして毛先を表現する、こうテクニック、このね3つです。1、2、3、この3つを駆使して描けば、この髪型簡単に描けますね。あとはボリュームを取ってる下書きをなぞっていくということですよね。さあ、この手は今回省略しますけどね。はい、さあ生え際はこういうところから始まる、毛先に必ずつながってます。これはぜひ皆さんにも使っていただきたいです。さあこう来てかな、なるべくも簡略化です。さあここからこう出てますよね。あとちょっと首も簡単に描いておきますけどね。はい、ということでこんな感じ。ではこちら側もアウトラインをね、もう綺麗な長い線で描きましょう。跳ねてます、毛先につながってますね。そうですね。さあ、あとはもうたまにこう長い線も入れておきます。そして塊、はい、そして塊ですね。首横はもう黒く、はい、もうこれをすることで、立体感を表現ができますと。あとはもう生え際からの、ね、線。はい、ということでこの髪型完成でございますということでね、皆さん、しっかりボリュームの見極めと、塊で描くと、線の入れ方意識してやりましょうね。はい、では次のモデルいきましょう。さあこちらです。オールバックかな、でサイドは刈り上げてますね。ではこういう方どう描くのかやっていきたいと思います。さあまずは、まずじゃあ頭の形を捉えましょうか。こう来てちょっと面長なタイプです。こう来てますね。で目線とセンター入れます。さあここから髪のボリュームの見極めです。
で目よりやや上のこの辺りからちょっとこうボリュームがありますよねというと、こっからねもうあの何これ、何でしょうね、さあね、で、生え際を描く、さあこれでもう完成できたので、では、ボリュームで塊でね描く意識と線の入れ方も意識しながらやっていきます。まずは輪郭です。輪郭はもうシンプルにいきましょう。シンプルにいきます。さあ耳は目よりやや下ね、これは全部あのキャラクターとか描くときもこれ同じ意識でお願いします。まあ、キャラクターはもうねあの塊に捉えられてるんで、まあ、非常に描きやすいと思います。さあここからね、ですね。さあここも塊でいきます。塊です。塊できてますか。生え際さあここからですね。はい、さあ髪のボリュームを意識しながら流れをねこの後書き込んでいきます。さあこれ流れ分かりますか。生え際から上の方向に立ち上がってますね。でこう横に行けば行くほどこう横の方に流れていきます。これを生え際方向、そして髪のアウトライン方向から2方向から書いていきたいですね。片方向だけどちょっと違和感があると思います。さあこれ髪の流れちゃんと見てくださいね。こういう流れできてます。はい、この流れを意識しましょう。こういう流れになってます。こういう流れになってますので、これを全部描くとちょっとね、やかましいですよね。非常にね、複雑で大変になりますので、こんな感じですね。2方向、アウトライン方向と生え際方向から2方向からこう髪の流れを描いてあげる。でもこれが繋がってるとちょっと線がですねうるさくなってくる、線が渋滞してくるんで、両方向から攻める。そして着色の兼ね合いで、まあ、それもやってるということですね。はい、ということで、こちらが3人目でした。では次がこちらです。坊主ヘアです。あ、これもねもう輪郭をシンプルに取ります。取る、目線、センター、生え際、ボリューム、この時にボリューム意識です。もうあの輪郭よりもアウトライン外方向にはボリュームがほぼないです。坊主ですね。なので中方向ですね、顔のどれぐらいの髪型で締めてるのかというところですね。はい、さあここまで来ましたら、まあ、輪郭いきましょうか。輪郭、今回はこのヒゲとかの部分は割愛できます。さあではいきます。坊主の描き方はどうするんですかと。さあこれね、後ほどテクニックを紹介します。さあこの長い線で描きましょうね。僕直線だけで描いてないの分かったかと思います。これをまたちょっと後ほど解説していきますね。で生え際も線だけではなくこういったねディティールをちょっと描き込んでいきます。はい、さあこうですね。さあ今ディティールをね描き込んでます。簡略化だけだとその方の髪型を 100% 表現ができませんということで、簡略化プラスディティールを書き込む、これが非常に大切なテクニックとなりますよということです。さあこうきて、さあここまで来ました。でこの坊主を書く時のテクニックが、3つあります。まあ、こういう簡略化の部分、そしてちょっと簡略化、そしてもうディティール表現、この1、2、3、この3つを使って坊主ヘアですね表現していただければ、簡略化した、ね、イラストチックな坊主ヘア描けます。やってみてください。そしてこちらが今日最後でしょうね。さあやっていきましょう。まずは、ボリュームの、まずは、まあ、輪郭を取る。輪郭のね逆卵型だねと、でちょっとね下抜いてるんで線下になります。はい、じゃあここから髪型のボリュームの見極めです。ボリュームはこうですね。さあここから膨らんで、さあこう来て、はい、ボリュームの見極めです。ボリュームの見極め、長いストロークで流れを読み取って描きますと。はい、さあこれでもういいです。大体の流れでいいです。まあ、あと大体の流れを下書きで書き込めていれば、でも塊で捉えるということですね。
はい、まあ、塊で捉えるっていうところも意識しながら、じゃあこれでやっていきましょうか。さあ行きます。まずは、手前にあるものから描くといいんですけどね、まあ、前髪が手前に来てますので、こういう感じで行きます。さあ前髪から描きますよ。でなるべく線ではなくこういった塊で描きましょう。塊ね、塊で描きましょう。最高です。さあ生え際からの線、こういうことですね。さあアウトラインいきましょう。アウトライン、アウトラインね、髪長いですね。こういうウェーブヘアは非常に難しい。そして線で描きがちな方多いんですけど、線ではなく、こう塊で描いた方が描きやすいです。あとはですね、そんな忠実に再現しようと思わないでください。大変ですんでね。はい、塊、塊、さあ毛先につながる線、生え際からの線、2種類ですよと、ね、お伝えしております。もうこれぐらいでいいです。これ以上描くともう写実のもうデッサンみたいになってますよね。これぐらいで十分なんですね。アウトラインの意識、さあからね、さあ全部塊です。毛先につながる線ね、これ全部意識してます。毛先につながる線か生え際からの線。さあまだまだ続きますが、また首の両サイドは黒で塗りつぶします。奥行きを出して立体感を表現していきます。さあこんな感じですね。もうあとはもう少しだけディティールをね中に書き込んでいただければもういいかなと。はい、ということで、髪型の描き方以上でございました。今日はですね、5パターン解説をさせていただきましたね。こちら、まあ、赤ちゃん薄毛から始まりましてね、シスバング、そして、オールバックのヘアと坊主、そしてロングヘア、はい、ということで描かせていただきましたけども、全部、この3つを意識して描けば簡単に簡略化したイラスト似顔絵描けるんですね。はい、ということで、ボリュームの見極め、塊で描く、線の入れ方、この3つのポイントを意識してぜひですね練習に励んでみてください。これやるだけでかなり、変わってくると思います。ぜひ皆さんの、楽しみにしてますので、描けた絵あったらね、インスタグラムの DM で送ってください。以上です。はい、ということで、簡単な髪型の描き方いかがだったでしょうか。まだまだたくさんレパートリーありますけれども、とりあえずね、今日はちょっと難しめの髪型もありましたけれども、まずはこの髪型練習してみてください。マスターしてみてください。ね、この3つのポイントやりましたから、ぜひこちら覚えて、練習に励んでみてください。そして冒頭でもお伝えしましたけれども、私のインスタグラムでは画力ゼロ、イラストや、ね、絵なんて全くね大学まで描いたことがなかったので、大人になるまで、そんなに真剣に描いたことなかったっていう方がですね、わずか3ヶ月で、イラスト似顔絵が描けるようになるというそんなですね、様子も配信してます。ぜひ気になる方はこちらの動画の概要欄のリンクから私のインスタグラムのフォローもぜひよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただいた皆様ありがとうございました。面白い、学べるなと思った方はチャンネル登録忘れずに、グッドボタンも忘れずに。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしています。またお会いしましょう。さよなら。